はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。いやー、今日は暑いな。ね、今回飲んでいく日本酒でございます。久々に。君の井という、新潟の日本酒です。製造年月日が平成26年の2月。君の井酒造株式会社ですね。原材料名は米過去国産、米麹過去国産米使用と醸造アルコールと。アルコール度数が 15.5 度。うん。そしてこれは新潟県の妙高市。だから妙高だから、だいぶ上越かな。下の方ですね、新潟の。新潟の下の方、南の方です。妙高市にある。ね。君の井酒造。まあ、有名っちゃ有名でしょうね。新潟ではね。聞いたことない人あんまりいないと思います。乾杯。値段200円ぐらいでしょ。うん。甘い。君の井酒造。甘いな、これ。あれ、意がないんだけど。あった。うん。うん、甘い。あ、これ結構、甘い、辛口なんだろうけど、かなり香りが甘いですね。うん。うん。うん、なあ。ああ。君の井酒造の、ホームページ来ましたけども。うん。ああ。あ、これはあれだわ。コクがない代わりに、非常に、コクが全然ない。うん。いわゆる、癖がないんじゃなくて、なんていうの、なんていうんだろうな、この。飲んでも、喉の奥に広がってこないんですよ。全部鼻と口の上のあたりに広がっていく。うん。だから、喉の奥にね、全然来ない。味が。喉の奥に、味覚を感じない、なんか。味覚っていうか。まあ、そもそも味覚を感じないのは、まあ、それはしょうがないんですけど。うん。うん。いわゆるコクがない。全然。逆に言うと、コクがないんだけど、香りと甘みが非常に強いですね。うん。普通酒。君の井の顔であり、地元で長く愛されているお酒です。麹には500万石を使用し、飲み飽きない旨味のある味が特徴です。厚皮はもちろんのこと。これ結構厚皮合うかもな、これな。これは厚皮合うわ。多分。冷酒ロックにしてもお飲みいただけます。また食べ物の味と喧嘩をしませんので、食中酒として大変おすすめです。熱燗では旨味が際立ち。これほんとあれだ、旨味っていう、あれがすごいわ。今まで飲んだ日本酒の中で、旨味っていう、旨味の部類が、ではすごいかもしれん。一番かもしれん。冷酒ロックですと、すっきりとした味わいをお楽しみいただけますと。うん。これあれだ、旨味がすごいわ。なんとも言うけど。これすげえな。旨味がすごい。とにかく。
日本酒でここまで旨味っていう部類を感じる酒も珍しいですね。うん。これすごいな。うん。で、ちなみに日本酒度がいくらなんでしょうか。まあ、うん、まあね、まあこれは多分辛口だと思いますけど。もしくは多分プラスマイナス0ぐらいか。結構甘めなんで、プラスマイナス0ぐらいだと思うんですけどね。から、あの日本酒度はね。書いてないですね。いやーでもこれすごいな、この、非常に、あの、豊かな香りがする。ぶわーっと、口の中に。ただし、喉の奥に、何度も言うけど、して、なんか、来ない。全然。味が。こう、ぴゃって降りてこないんですよ、味が。全部登ってくんですよね、口の中に。口の上の方に、喉から上の方に上がっていく。うん。いやー。でもいいですね、日本酒とかもね。日本酒の工場とかね、まあ大変そうですけど。酒に関する工場とか、酒の工場とかで働いてみたいけどね。俺なんか酒の工場とかで働くとさ、結局飲み会が結構頻繁に行われるわけじゃないですか。で、飲み会俺結構好きなんで、うん。まあ俺の会社だと1年に、まあ忘年会で1回しか行われない。まあ行われないっていうより、まあほぼ行われないですね。1年に1回ぐらいしかないんで。まあそれは、結局、参加するかどうかは、俺はあの、ね、まあ自由なんで、はい。まあだから、いわゆる全体的な、だとやっぱりそれぐらいしかないですね。うん。うん。やっぱり、うん、一回しかないんですけど、やっぱり、その、酒の、ね、そういう会社とかだったら、絶対何度も何度も、1ヶ月に1回ぐらいね、あると思うんですよ。だから、それがなんか楽しそうだな、っていう感じはありますね。うん。そういうのはね。ね。だからやっぱりな、あれだよな。俺だったら、あれだな、宝かな。宝。宝か、霧島か、どっかに勤めたいですね。宝焼酎か、霧島焼酒造か。この2社かな。でもやっぱ宝ですかね。いろんな意味でね。いろんな意味から言うと、多分宝に軍配が上がるだろうな。結局ほら、霧島だと、ね、白霧島、黒霧島、赤霧島の3つぐらいしか、まあないですからね。やっぱりいろんな色ね。うん。ね、宝だったらいろいろ出してるしね。ね、宴会とかでもね、いろいろね、飲めますからね。いいですよね。ああ、でもこれはあれだな。甘い。これは。これは辛口というよりも、うま口。
の部類のお酒ですね。甘口とうま口の中間あたりかな。個人的にもっと辛口が良かったかなーって。まあでも甘口よくはマシでしょう。缶中梅とかの。缶中梅だったっけ。ね。あ、雪中梅だ。雪中梅とかね。日本酒とかプラスの、違うか、マイナスか。甘口のお酒よくはまあマシでしょう。あ、ありましたね、日本酒度。あ、これ、純米か。あ、純米か。日本酒度ないかな。正直、雪中梅とかいらんだよな。ああいうのね。やっぱ八海山ぐらいの、ね、キリッとしたのがいいですよね。あ、日本酒度ありましてないね。ないね。これないね。ああ、これじゃないな。普通酒の日本酒度が欲しいんだけど。普通酒の日本酒度多分プラスマイナスゼロぐらいだと思うんだよな。普通酒。大吟醸とかはあるんだけどね。まあでもね、辛口すぎても辛口すぎたでね、あんまりよろしくないですからね。旨味が減っちゃうんで。ね。これはでも非常に旨味が強す。すぎるっていうぐらい強いですね。いやー、これはなかなか珍しいかもしれない。ね。まあ、これはあれだろう。かなり、甘口なんで、甘口の部類、まあ、まあね、だと思うんで。辛口と、まあ、辛口、わかんないけど、これはやっぱ冷やし飲むべきだね。ここまで来ると。だいぶ甘いんで、個人的に。まあ、だいぶ甘いので、冷やすかロックで飲んだ方が美味しいかなと。ただかなり膨らむ酒なんで、熱燗とかにするともうものすごいと思いますね、これは。もう広がり方がパンパないんで、これは、ほんとね。あ、ありましたね。日本酒がプラス2みたいです。どうやら。まあ、本当かどうかわかんないですけど。まあ、プラス2か、そんぐらいか。まあね、今まで飲んできた日本酒がプラス4とかプラス6ぐらいだったんで。まあ、そんなもんでしょうかね。かなり甘めですね、これは。精米部合が 65%。なんで 65% これ削ってるんだったっけ ?65% 残しなんだったっけ、あ、残しなのか。つまり米の35% 削ってるってことか。精米部合 65% っていうのはね。そういうことでしょうね。すごいのだと精米部合 30% ぐらいになりますからね。やっぱりやや甘口とかって書いてあるわ。どっかのサイトで。
ね、これは甘いでしょう。あ、これは甘い。あ、個人的に言うと、ややどころじゃないですね。かなり甘いです。うん。もうここまで来るともう、尋常じゃないですね。あ、やっぱプラス2っぽいな。わかんねえ。あ、違うのか。わかんねえ。もうわかんなくなってきた。いろいろ書い、あの、サイトには書いてあるんですけど、いわゆる普通酒の、ね、日本酒道っていうのが、どこにも載ってないんで。まあ仕方ないか。ね。まあでもこれはまあ、ね、こういう甘口のお酒が好きな人にとってはなかなか美味しいと思います。甘口じゃないですけどね。プラス2だから辛口の方なんですけど。ここまで来ると甘口にしか思えない。うん、どう見ても。まあ、カップ酒で、ね、ちょこっと飲んでみて。あーっていう。あー、これはすごいね。これはすごいなーっていう感じはしますね。あ、え？あ、違うな。これ違うな。あ、カップ酒紹介してるサイトがあったわ。日本酒がプラス 2.5 だって。怪しいな、2.5 と聞いたことないぞ。多分2だと思うな、これな。うん。あ、カップ酒紹介してるところあるわ。すげえな。すげえ、いろいろカップ酒を紹介しているとこありますね。うん。うん。新潟の地酒。新潟の地酒。とか言って書いてあって、いろいろ書いてあるわ。へぇ。うん。個人的に結構ね、これはあの、喉の奥に来ないんで、あの、美味しいと思います。普通のね、あの、安酒とかだと、喉の奥に、ツーって来るんで、あんまり好きじゃない。ねえ。金マッシュ像。まあ、少なくとも、あれだな。これは菊水の、菊水よかは甘口だと俺は思いますね。個人的に。でも菊水酒造よかは、菊水のあの、船口の一番搾りよかは、あれ日本酒造が少ないわけですからね。違う、プラスなわけですから。まあ、辛口のはずなんですよね。まあ。うん。これは非常にまろやかで。まろやかで甘みがあって、ふくよかな味わいですね、これは。なかなか、面白い。コクが、ほとんどないんで、うん。ただ甘みがかなりあるんですよね。うん。日本酒がプラス2。香りもそれなりに強い。これは美味しいです。ただ、まあ、これは飲んでると飽きるな。量を飲むと。やっぱり、結構甘口なんで。
飲んでいくと飽きるんで、ちょっと少量ぐらいがいいかもしれないです。これはね。2444で。やっぱ辛口じゃないとね、飽きてくるんでね。そこはまあ、どうにもこうにももうしょうがないですわ。まあ、ワンカップぐらいでちょうどいいかな。うん。それではご視聴ありがとうございました。